皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所客員・客員の加藤義和です。本日もよろしくお願いします。えー、本日はですね、あのー、今まさにこう中国でゼロコロナ策がですねこう変化をこう見せているということで、まあ、本日はですね、こう中国の白紙革命が規制緩和の起爆剤になったのかと、まあ、ゼロコロナはいずこえということでお送りしていきたいというふうに思います。えー、この動画面白いと思った方はですね、ぜひチャンネル登録そしていいね押していただけると大変勇気づけられます。本日もパート1、2、3でいきます。白紙革命の勃発に危機感を詰めた習近平指導部。 その次に、まあ、ゼロコロナ緩和は規定路線となるのかと、で最後にですねこうゼロコロナはどこへ向かうのかと、まあ、3つの見通しということでお送りしていきたいというふうに思います。お付き合いください はい、え早速、パート1ですけれども、まあ、11月の下旬にですねあの新疆ウイグルのウルムチ市で発生した火災事件というのをきっかけに、まあ、民衆のゼロコロナに対する不満が全国各地に広がっていったと、でその中でまあ習近平さん、退陣せよとかです、ね、こう銃をよこせとか、もうそういう政治的な欲求にまでつながっていたという、そういう経緯がありました、あの先週の動画でもお伝えしたというふうに思うんですけれども、まあ、その後、ですねこう北京、上海、杭州など、まあ、大都市を含めて、ですね全国20以上の都市にデモが広がっていったと。 50以上の大学のキャンパスでも行われたと習近平さんの母校である清華大学でもデモが行われたということで非常にです、ね、近年にまれに見える ああの事態ででったとおそらくですね、あの習近平さんがまあ率いる中国共産党首党部が、あのまあ、新型コロナウイルスの感染抑止政策に便乗して、まあ、民衆に対するですねこの監視システムというのを徹底的に強化してきたわけですね、この期間。で、その中で行われた、起こってしまったデモということなので、おそらく習近平さんの,です、ね、その統治力であったり、求心力、まあ、政権の求心力ですね、そこに対する、その、 疑問というか、こうどうなってるんだと、まあそういうこう疑念みたいなものも広まっていったんじゃないかなというふうに私は認識をしました。まあそういった中ですね、12月の1日に習近平国家主席がまあ欧州連合 EU のミッシェル大統領と北京で対面で会談したんですけれども、その際に。 抗議活動についてですねこあの、まあ、ミシェルさんにこういうふうに言ってるんですね、こう3年に及ぶコロナ流行に人々が不満を募らせていたんだと、まあ、そういったことが背景にあって、特にこの学生であったりとか10代の若者が抗議をしていると、まあ、そういう説明をしているんですね。まあ、つまりその仮にこの事態が長引けば そして民衆の不満があらゆる形でこう爆発をしていけば、ですねこのまさにこう10月に党大会終わったばっかりですけれども、もう早くもですねこの権力基盤に傷がつく、そういった事態にもなりかねないということで、習近平さんであったりとか、その周辺のまあ指導部の人たちは、昨今の事態というのをですねこう重く受け止めて、なんとか高い策を見出していかなければならないと、そういう認識を有していたというふうに私は考えています。 ここからパート2ですけれども、まあ、そんな EU 大統領との会談で、まあ、習近平さんはですね 2020年以来、えー、自らこら正当化してきた、いわゆるそのゼロコロナですね、ゼロコロナ策についても、次のような見解を披露しています。中国国内では現在、オミクロン変異株が主流となっていると、えー、デルタ株につら比べても致死率は低いと、それがまあコロナ規制を緩和する道を開き、一部地域ではすでに緩和されていると、まあ、当然、その EU であったり各国も中国のゼロコロナの動向にはこう関心を持って、懸念を持って見てきたわけですけれども、それに対する一つの答えを出したということだというふうに思うんですけれども、 要するに、ですねこの他のまあ日本も含めてあるかもしれないですけれども、他の多くの国と同様に、うミクロン株というのは、まあ、あの重症化率であったりとか、致死率というのは、ほ他のウイルスに比べて、デルタ株であったりとかに比べては低いということなので、まあ、感染者数をそもそもゼロっていうのを目指すという方針そのものがこう適切ではない、現実的ではないと。 ただ、まあゆえにまあ彼らは中国は動態的ゼロコロナ、ダイナミックゼロコロナという言い方をしてますけれども、まあ、そういった名前が示すように、よりこう、ウィズコロナに近づけていくことが望ましいんではないかという認識を、そもそもこう習近平指導部として持っていたということだというふうに思います。まあ、そして、ですねそんな認識を私から見て、ですねこう一層鮮明に裏付けたのが、孫さん、孫春蘭さんというですねこの国民副総理が、11月の30日と12月の1日の両日、 国家衛生健康委員会、まあ、日本でいう厚生労働省ですねで、ここで行った座談会における発言です。 この方がこうした発言というのは、私はある意味、この中国のコロナ政策を考える上でのターニングポイントになったというふうに認識しています。まあ、その時に、この孫さんという方は、こういうふうに言ってるんですね、えー、引用します。えー、オミクロン変異株の致死率、重症化率は弱くなり、えー、ワクチンの接種が普及し、コロナ抑制をめぐる経緯を、経験を蓄積してきた,てきた中で、我が国のコロナ抑制というのは、新たな情勢と新たな任務に直面していると。 もう1つ、こういうことを言っているんですね。3年近くのコロナ禍を経て、我が国の医療、衛生とこう疫病抑制システムというのは試練を乗り越えてきたとえ、有効な診断技術と医薬、特に中国医薬を有しているとえ、国民のワクチン接種率は9割を超え、健康に対する意識や素養も、えー、明らかに向上してきたとで、加えてオミクロン変異株の致律、えー、重症化率は弱まっており、えー、コロナ抑制抑止措置をより一層最適化する。 上で条件を想像しているとまあ、こういうふうに言ってるわけですね。まあ、要は私から見て重要なのはこの新たな情勢と任務。あるいはその条件。つまり、これまで以上にこのコロナ抑止策を。 最適化していくための条件が備わってきたと、まあ、そういうことを言っているわけですね。まあ、要するに、従来のまあかなりこう徹底した、あ,のあらゆるこう行動制限、まあ、PCR 検査とかね、もう一時期はこう毎日やらされてたようなときもあったと思うんですけれども、まあ、そういう従来の政策を実質的にこう見直すと、まあ、そういう段階に来ているという立場をまあ,あるよわにしたと、ま,あ、まさにあの先ほど私が紹介した習近平さんが EU の大統領に伝えた認識とも一致しているということなので、まあ、中国共産党指導部としては、ですね、まあ、この期間、 まあ物議を醸してきて、民衆の強烈な不満を招いてきたこのゼロコロナ策を実質的にこう緩和していくと、こういうですね明確な方向性を明らかにしたというふうに私はえ理解しました。 え最後、パート3ですけれども、じゃあ、これからゼロコロナ、どこへ向かうのかと、まあ、見通しというものをですね3つお伝えしたいというふうに思います。一、えー、つ目に、ですね先ほどのこの孫副総理の発言を受けて、まあ、中国の各地域ではですね早くも緩和に向けた措置が取られていると。例えば、その北京では12月の6日、えー、スーパーやオフィスビルなど、まあ、大半の公共の施設の入場時に、 義務付けられていたコロナの検査結果の提示ですねこれがいらなくなりますよということを発表しましたし、まあ、以前としてこうバーとか飲食店、まあ、学校にはまあ48時間以内の PCR 検査の陰性証明が必要ということですけれどもその他ですねこう昨日12月の7日にもですね新たな10か条というのが発表されて PCR 検査の頻度を減らすとかですねあるいはその地域をまたいで移動するときにまた PCR 検査やらなくていいですよとか、あるいはそのコロナがの感染拡大していない地域において、まあ、学校ではですね正常にまあオフラインで対面で授業やりましょうとか、まあ、新たなまあ措置、緩和措置が発表されたという現状です。まあ、これはまあ非常に経済という観点から見てもまあ歓迎できることなんじゃないかというふうに思う一方で、この新型コロナの新規感染者数というのは、まあ、依然としてですね2万人台ということでまあ高止まりしているという状況でもあるということなので、まあ、今回のですねこの緩和策がまあ感染者数の ユーに。 こ再びつながるようなことになれば、ですね、まあ、規制がさらに強化されると、まあ、後戻りすると、一種のリバウンドですよね、まあ、そういった可能性は否定できないということなので、予断を許さない状況が12月もこれから続いていくんじゃないかなというふうに見てます。2つ目に、ですねこの習近平さんの動向です。あのまさに習近平さんって、やっぱりこのコロナ禍でずっとこう海外に行ってなかったというふうに思うんですけれども、まあ、行ってなかったです。でそういった中で、先月ですね、G20 の首脳会議、あと APEC の首脳会議に出席するために、まあ、習近平 東南アジアを訪問しましたけれども、実は今ですね、12月の7日から9日の日程で、中国アラブ首脳会議というのに出席するために、サウジアラビアを訪問しています。ですから習近平さんがこの外に出ていく 外国を訪問するというこの頻度が上がっていけば、まあ、これはある意味です。すなわちですね。この中国として、このゼロコロナから、国を開いていくっていう一つのシグナルになるということだと思うので。こう、習近平さんが、これからどういう頻度で外に出ていくかっていう、これも一つ注目、見通しとしては重要だというふうに思います。最後、三つ目ですけれども、まさに、この十一月の下旬以降、続いている抗議デモの行方ですよね。あのー、この動画でもですね。このゼロコロナ策、まあ、特に長期にわたる、こう、徹底したロックダウン、が、まあ、経済に及ぼす影響の。 深刻さについては検証してきたというふうに思うんですけれども、仮にですね、それがこう政治的な欲求を伴う、この民衆の政権に対する抗議運動が長期化して、 社会不安が蔓延して政権の求心力が弱体化していけば、それはですねこの中国情勢というのはまあ景気悪化どころではないというステージに入っていくわけですね。この抗議デモが収まらないとこう武装警察なんかが出動していくとで仮にこう警察が武力で民衆を鎮圧するような光景が生まれてくればですねそれこそこの1989年の天安門事件以来のですね政治的な危機に陥りかねないということになりますしまあ中国の市場としてのですね信用というのも一気に 低下してしまうと、ま対、あ、中投資も激減するでしょうと、まあ、西側諸国は中国に対して経済制裁を課すでしょうということになりますので、そうなればですね、こう日本企業日本人にとっても中国とどういうふうに付き合っていくのかということをですね、こう見直さなければならないということになるというふうにうので、まさにそのこの抗議でも抑えるという意味でも、まあ、昨今のこのゼロコロナの緩和というのは、まあ、政権がですね、それだけこう危機感を強めているということの表れだというふうに思います。まああのゼロコロナに端を発した抗議運動ですね、まあ、これを ゼロコロナを緩和することをきっかけに、なんとかこうソフトランディングさせたいというのが、今、習近平さんが考えていることだというふうに思いますし、まあ、そういった意味でですね、こう、確実に今、中国の情勢というのは動いているというふうに思います。まあ、ただね、あの厳しい寒さが続く。冬ということもありますし、まあ、再びですね、感染が拡大していけば、どうなるかわからないということはあるというふうに思いますので、まあ、あまりこう楽観視しすぎることも良くないのかなというふ。うに思います。まあ、いずれにせよですね、この物議を醸してきた中国のこのゼロコロナ。 これからどうなっていくのか、経済、政治への影響はどうなのかということをです、ね、引き続き私なりにウォッチをして、適宜ですね、皆さんにもご報告していきたいというふうに思います。はいえー、楽天証券の投資情報メディア、投資ルがお送りしております。仮に先ほどの私の話、少しは、ね、役に立ったんじゃないかというふうに思った方はです、ね、ぜひチャンネル登録、そしていいね押していただけると大変勇気づけられます。まままたたにかかりりすごご清聴ありがとうございました